こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。カイジが誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を、日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には、海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルと共に、アメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、海上自衛隊から護衛艦村雨と潜水艦イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセドリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し
洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を改修し F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。ただし発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより出雲、加賀にとってはアメリカの強襲揚陸艦での運用の方がより近いと言えるかもしれない。 F-35B ステルス戦闘機についてはその短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし、同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想的たる中国海軍の弱敵網を超える作戦行動が可能だと召され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えてF-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。